ちゃんまごと井上まーですよ。ノーミルク佐藤でございます。今日もありがとうございますよ。ということで、お昼のお楽しみ日は休み時間ラジオでございます。さあ、先生は今日サムネ通りね。はい。美味しいシチューのことごと煮込んだ作り方ということでございますけどもね。違うんですか？何の話やね。取り終わった後サムネ作るわけですからね。まだ分かんないわけですよ。まあそうですね。はい。はい、まあね、ミルアカでもちらっとしてる話でもあるんですけど、はいはい、ちょっと3年後のワールドカップに向けた話を僕今日していきたいなと思っていて。3年後の、あら、はい。うん、ビッグクラブでスタメンじゃないと、メンバーには入らないんじゃないっていう話今日はしていきたいなと思ってる。ビッグクラブで。はい。ビッグクラブで。なるほど。日本代表の話ね。はいはいはい。今年も、まあまだね、何カ国かのクラブでは、うん、リーグでは、まだウィンターブレーク開けてないとこもあったりするんですけど、まあもうほら、ワールドカップ終わっても1ヶ月半ぐらい経ったじゃないですか。で、だから早いところでは10試合ぐらいもう公式戦した人もいれば。そうね、そうね。うん。そう。で、一番遅く、ね、始まった、例えばドイツとかでも4試合、5試合ぐらいやってきたわけですよ。お伝えしますけど、結構炸裂してるじゃないですか、海外組の皆さん。そうなんですよ。でね、マンさん、はい、皆さん、今、ヨーロッパ組の皆さんで、基本的に、ターンオーバーとかない限りは、スタメンで出てますって方が、60何人います。うん。確かに、そっか、はい、そうなんですよ。なるほどなってなってくるだ、ビッグクラブ。そう、しかも3年経ったらビッグクラブのレギュラーぐらいしかワールドカップ選ばれないんじゃない、まあ、ドイツ代表とかそうだもんね。そうなんですよ。スペイン代表なんかそうだもんね。まあ言ってもプレミアのあのね、10位ぐらいだもんね。まあそうですね。ああ、ってなると、ね、セルクル・ブルッケはそこに入らないわけでしょ。そうなのよ。スタッドランスもそこに入らないですか、先生の考え。入らないんですよ。じゃあもっと上にいるんだ、その頃の代表っていうのは。じゃないかなってことになってきてるよということでございます。だから、ね、三笘くんとか、竹野一、がこれからの日本代表のスタンダードくらい。なるほど。なってくるんじゃないかなって。あ、スタンダード。なるほどね。もっともっとこう上がって可能性もあるってことだよね、要はね、だからね。そういうことですね。はあ、はあはあはあ。で、実はちょっと面白い記事が。クラブではないでしょ、だってソシエダも。まあまあ、でも、とりあえずでもソシエダの場合言ってることはわかるけど、その基準をちょっと発見してくださいよ。みんなハテナですよ今、まあ、プレミアはそのブライトに関しては今回の CL 取れそうなレベルには来てるんだよね。そうなんだよね。そう、確かにそういうことを言ってますよ先生。メガ、はい、メガクラブではないかもしれないけど、うん、はい、プレミアで CL まで行けたら相当でしょう。そう、そういうことですよ。そういうこと先生の通りですよ。ね、ソシエダは単純にもう、はい、だってスペインの中で今3位のチームですから。そういうことな、そういうことが言いたいんですよ。こちらも CL クラスですからね。僕が怒ってるわけじゃないです、はい、皆さんがどうせそういうことを言うだろうなと思って私がね、変わって言ってるわけですよこれは。はい、ありがとうございます。なるほど、はい、そうなんです。で、あと一つちょっとね、うん、この動画があって、こんな動画撮ってる2月4日に一つ記事が公開されたのがあって、はいはいはい、ケイト中村。ケイト中村ね、来てんでしょ、うん、そうなんですよ。のインタビュー記事が一つ、ナンバーさんだったかな、スポルティーバさんだったかなって公開されてたんですけど、やっぱり、なんか噂でいろいろ上がってたじゃないですか、なんかどこかのチームが、プレミアのチームとかが。リバポーだったりね。そうそうそう、っていうの取ろうとしてるって。だけどそれを中村敬斗先生が断ったんじゃないかって噂とかあったんですけど、どうやらそれ、本当みたいです。あら、っていう記事が公開されてるんです。本当ですって言った。そう、で、それがなんでなのかっていう記事だったんですよ。断ったのもなんだろう。三笘選手が一つのロールモデルだったそうです。中村敬斗選手。はいはいはい。要は三笘選手ってプロの話じゃなくて、一個手前のところで、ほら、ユースに入んないでってことね。そう。大学行ったのが良かったと、結局は。そう。で、それと一緒で、自分はもともと結構いろんなチーム行ってたじゃないですか、中村敬斗選手って。どういうキャリアだっけ、三菱ヨアからガンバユースでしょ、三菱ヨアからガンバ大阪に入って。ガンバ失礼しました、そうか。そう。で、ガンバでプロでやって、2年、1年半ぐらいやって、最初にオランダのトゥエンテ。そうだ、トゥエンテに渡ってね。はい。行ったんですけどね。で、その後どこでしたっけね。トゥエンテであんまりこう、良くない時もあったってことでね。そうなんですよ。それ一箇所どっか行ったと思うんですけど、そこ忘れちゃったけど。なんだっけね、ありましたよね。で、ラスクリンツでしょ。で、その前、そので、シントトロイデン行ったんですよ。あ、そうだったね。そうだ。おー。で、シントトロイデンで、なんとなくそこで日本人とかとも一緒にやって、オーストリア2部の FC ジュニオールってチーム行ったんですよ。あ、そうだ、そうだ。で、そこで活躍残して、去年の、冬に、だからラスクリンツに来て。そうか。いや、だから苦労してんだなって思いましたよ。オランダ行った時はね、先生、これ来ますよっていう。
テンションでお伝えいただいてたから、まあ、結局来たわけですけど、もう筑波大行ったぐらいのキャリアあるじゃないですか、じゃあ。いや、要は、うん、なんで 今リバプールでいいじゃない。いや、それで、こう、一個、ちゃんと落ち着いて、やっぱデータ残して、結果残してってことをやんないと、そこで正直、行き急いで、プレミアに行くってことは可能だったみたいです。はい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 。なんだけど、そこで、例えばベンチになったり、例えばワンシーズン、結果残せないと、そのプレミアのいいチーム行ったとしても、次がまた落ちちゃうと。そうなんだよね。なるほどね。24、5歳からもう一回キャリアの積み上げのやり直しになっちゃうと。なるほど、難しい。なるほどね。うん。そうすると本当トップチームは本当だからメガクラブでやれる時期っていうのが合計して若い時に行き過ぎてしまうと 2,3 年しかできないけど、ゆっくりちゃんと着実に行けば結局 5,6 年やれるケースが長くなる。なるほど。俺はそっちを取るんだみたいな。着実、なるほどね。なんかすごい目をされてるなーってね。リキアリバプールとかだとね、今出れないだろうと自分は冷静にやれしてと。はあはあはあ。思えば似たリバプールもね、セカンド要員とか取りたがりますからね。うん、そうなんキャッツラは2チーム目作りたがりますけどキャッツラはそうなのよね。あと怪我の時に出すやつとか、まあ、どこもそうですけどね。まあ ね、 ねなるほどね。だけど俺が一番だっていう状態でちゃんと行くっていうことなんでしょうね。そうですね。なるほどなるほど。なんか思えば時代は変わってきたね。そうですね、鎌田選手が昔そんな感じのこと思えば言ってたなと思っていて、はい、鎌田選手もシントトロイデンで自信をね、再獲得してフランクフルト戻ってきた時に、はい、一回まずパンとこう活躍してやっぱいろんなチームから壊れた時に俺はでも行かないんだと、うん、中村敬斗選手と同じこと言ってて、うん、今行くこともできるけどそこでもう一回そこでちょっと変なことあってしまうとまた違うチームに行ってしまうと、うん、はい、で結局トップチームにいられるケースが短くなるからそうじゃなくて着実に、活躍できる期間とお金を狙うんだ。なるほど言ってたなと思いましたね。いやなんか資産に富むお話ですね今日はね。なんか今までのような考え方が私も変わりましたよ。あそういうことなんだね。そういうことなんだね。わあ、いや、素晴らしい。これやっぱ先人の積み重ね、体験、ね。うん、まあ、ある種失敗だったりとかっていうのに生きてるわけだ、ちゃんと。そうですね。積み重なってるわけだ。うん、だから、なんか、5大リーグ直で行く人ってのは日本からね、ちょっと減ったって見方の人も結構多いと思うんですけど。まあね、まあね、うん。でも、結果的に5大リーグに到達してる率は前より上がってますからね。なるほどね。いや、それは最初のね、ファースト上陸フェーズとしては、ビッグクラブと契約したっていうのがすごいニュースでしたから、我々は。そうだね。ね。だけども、それでは、なんかこう、はまんない部分もあったなっていうのがあって、今、こうなってるわけだ。そうだね。なるほどね。いやー、我々も大人になってきたってことですかね、じゃあね。はしゃいじゃいました。いや、実際楽しませていただきましたよ。そうだね。でも、もっとやっぱり、根っこの、根の張った楽しみがしたいですからね。そうだね。なるほどね。だから、今度はというか、やっぱりね、フランクフルトで、ほら、バルサ破って、スペインに、ね、それを鎌田選手が持ち込んでくれて、スペインに勝ったみたいな流れあったじゃないですか。もちろんね、ブンデス組のね、やっぱドイツ撃破につながったのもありましたけど、はい、これからやっぱチャンピオンズリーグにこう出られれば、結局、ヨーロッパの上位層だから、いろんな国の、なんか根幹になってる思想のチームと対戦するケースが増えてくると思うから、はいはいはい、やっぱ CL に行けるチームまでってことを狙って、例えばベルギーとかオランダからステップアップしてって、なんか行くんじゃない、なんかメガクラブ到達するってケース、そこでスタメンになっていくってケースが増えるのかなって。いいね。ああ、なるほど、ね。思うよね。国策としてベルギー、ポルトガル、オランダにね、やっぱり素晴らしい、日本食の定食屋のおばちゃんを派遣したいですね。若い子、ちゃんと食べなっていうね。大事だね。なんかあったらおばちゃんにいいなっていうね。そういう。でも、それのが、ある意味、これは極端な、さっきはね、ふざけた表現ですけど、そういうのも整ってきてるってことですよね。いやいや、環境で先輩がいたりとか、そういうことですね、経験があったりとか、部屋探しとか、うん、ね、うん、ご飯とか。だよ、うん。そういうのがあって、こう、だからやっぱ上陸は何人もの、こうね、屍の上にということでしょう。うん、屍では失礼ですけど。色前にね、うん、そうだよね、経験の上にということでしょう。だから、それはもう今後ずっと楽しいってことですね、これね。そうだね。だから日本がこう後発国でよかったですよ。これが楽しめるんですから。いいね。どうでしょう。ほんとそうですね。ね。だとほら最近ちょっと動画上げましたけど。篠本家電の世界じゃこんな楽しめないですよ。生まれた頃にはトップだったんだから我々がね。そうでしょ。確かにね。ベンチャー的なね。ね。そうですよ。ですね、そういうことですよ。だとこれからこの間ね、ミルアカでも動画上げましたけど。はいはい、
メジャーリーグサッカーがこれからなんかぐんと来るんじゃないかって話もありますから、はいはいはい、そっちにあえて、自分で席を置かれる方も増えてくるんじゃないかと思うし、いや、アメリカが本気出したらってことでしょ。そうなんですよね、うん、ずっと言ってますけどね、それアメリカね。やっぱアメフトとかが面白いらしいっすよ、まあ、死ぬほど面白いらしいっすよ、ね、アメフトって。ちょっとまだわかんないんですけど、教えてください。間のショーとかまでね、めちゃくちゃ金かけたりとかされる。いやいやいや、そのあのゲーム内容でも死ぬほど面白いらしいっすよ。そうだよ ね、 すごいですよね。そうだよね。でも親しみがあるからでしょうね、それね。そうだね、きっとね。床屋のケンちゃんがね、うん、クォーターバックだったわけないからね、我々は。ね。そうでしょ。そうだね。地域の高校のスターが保険の外交員になるんだってよ。プロになれなかったら。でめちゃめちゃ、決まるんだって。そっか、なるほどね。甲子園のエースみんなってもんじゃないらしいよ。いや、そうだよな。ね。だって向こう大学がもうほぼねプロみたいなリーグになってますからね。そうよね。お金もめっちゃかかってるし。だって絶対に教科書踏みつけるやつアメフトのエースでしょ。ちょっと話してよっていうのは優等生でね。そこに喧嘩打ってくるのがアイスホッケー部でしょ。顔傷だらけの。って彼女絶対チアリーダーでしょ。ね、絶対プロムの日には車借りてチアリーダーがね、アメフト部に乗っかっていくわけでしょ。そこにメガネのね、俺みたいなやつが痛いよ、痛いよ、話して痛いよってことでしょ。サッカー部はどう描けてんの。女の子がサッカー部でいるぐらいだね、アメリカ。映画の見すぎだな。そこに今度はサッカー部も入ってこられて、それね、ちょっと古い、ね、古い映画の考え方でしたけど、なんだかね。まあだから、そうね、これだけやっぱり、まあ本当二度にもなっちゃうかもしれないけど、スタメンでいるだけ、スタメンで活躍するだけでももう、日本代表の招集から漏れるという時代になってきてるから、ごめんなさい、そうですよね。これから3年間では、さらにその精度が上がっていって、よりビッグクラブ、よりチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグの賞に出てるようなクラブの中で日本人が活躍していくっていうケースが増えていくなっていう。そのまで厳しくなってたわね、より面白いし。やっぱりサブスクにね、これはもう一個のギャンブルですよ、月に何千円と払ってね、そのリーグを見てるわけじゃないですか、うん、我々は。ってなった時に、やっぱりビッグクラブと契約する運動じゃなくて、やっぱりレギュラーで出てることの方がよっぽど楽しいわけですよね。そういうことですね。眠い目をこすりながら後半60分、うん、3人目の交代が行われる、まあ5人ですけど、いや、出ねえのかい、みたいな。もうたくさんです、それ、そういうのは私は。そうだね。いや、もちろんそれも大事なステップですけども。うん、もう嫌です、それはもう。もう嫌だね。もう言われのない嫌ぬ罪を恨んだりしたくないんです、私は。ね、だいぶ前の話ですけどね。ちなみに言います、嫌ぬ罪はちょっと、その、ほら、この間までソシエダで活躍してたじゃないですか。ユナイテッド時代にね、すぐ香川を変えられて嫌ぬ罪が出されて、なんで嫌ぬ罪この野郎って思ってました。今ちょっとね、トルコあたり放浪してるんですよ。ちょっとあんまりこう遺跡がうまくいってなくて、この今は。まあでもまあね、世代も結構上がってきてます。ね、まあね、うん、そうだね、うん、まあ、これからの屋根材選手にもちょっとね期待ではありますけど、 あとそうだ、ラスト忘れてた、はいはい、こんなこと起こってる、そのトルコで思い出した。何ですか。中島翔也選手、はい、ブラジルに行くかもって話も出てきてて、あら、なんか似合うよね。そう、この間までトルコに、うん、今もトルコね、この間トルコに移籍したばっかでしたけど、トルコでしたっけ。あ、そうそう、アンタリアスポールっていうチームにいるんですよ今、はいはいはい、でなんだけど、はい、ちょっとなんかブラジルのチームがなんか移籍金ちゃんと出して買いたがってるって話もあるので、なるほど、もしかしたらこの動画の前後ぐらいでなんかその話なんか、うん、よりなんか日本でも記事流ってたりするかもしれないな。やっぱりジンガを感じますからね、彼にはね。何ですかジンガって。僕はちょっと分かんないですけど、言ってみたかっただけなんですけど。なんかブラジルのね、なんか独特のリズムみたいなあるらしいですね。久しぶりにロナウジーニョのさドリブルが出てきて、YouTube で見てたら、あ、やっぱり楽しかったなって思って、ね、ロナウジーニョが抜き切ってメッシが決めるみたいな、あのね、党がいてみたいな、あの頃楽しかったなと思って。15年ぐらい前ですよね。でもさ、あの頃人気ってわーってなったんだよね、日本でもクラシコとか。そうだと思うね。結局レアルがすげえすげえって言ったって、あのバルザの華やかさがあったから、そのライバルとして、わーって言われたら、で、そもそもやっぱあの時のバルサっていう、だから今サッカーがどうこうって言ってもやっぱあの分かりやすさ華やかさっていうのは衝撃だったんですね。いや、そうだね。メッシがなんぼすごいって言ってもやっぱメッシはすげえわな。でもそのやっぱドラムジーノの中は遊んでるようなプレーはやっぱそんで面白かったよね。やっぱドリブルとかね、華やかなプレーってのはみんなに伝わりますからね。今はダメだな、あの人がいたら潰されちゃうの、あれは。そうです、みんな守備しなきゃいけなくなりましたからね。ガーンってされて終わり。
ね、割とではないでしょうけどね。ないけどあんまちょっといないですよね。でもやっぱそういう破天荒さがあってあなたんでしょうね。許されて成功してたから、選手はなかなか出てこないよね。だってキャリア見てても、ね、もうサッカーやめてからめちゃめちゃ破天荒だもんね。失敗してるもんね。何回でもうまくいかないですよね。刑務所内のサッカーで優勝したりしてるからね。いや、でも素敵だな、素敵だな。そうだね。うん、いやいやいや、ということでございます。全然関係ない話になっちゃいました。いや、とにもかくにも、楽しめるってことですよね、はい、要はね。そうです、ここから3年間より楽しめてると思いますので。なるほど。また日本サッカーの成長みんなで楽しんでいきましょう。いつももう一日一回ワクワクさせてもらってるのがね、ありがたくてしょうがないですよ、先生に。収録のタイミング。本当、安定剤、本当に。未来は楽しいって話をね、いつもお送りしている感じがしますよ。いや、嬉しいですね。ありがとう、ね。ありがとうございます。うん、ございまして、ね。はい。寒なってきましたんで、お風邪など目覚めるようにですね。やっけそろそろ暖かくなるんですか、これは。どうなんですか。そうだと思います。なんかね、二桁。うん、温度にまで戻ってきましたからね、最高気温ね。あ、そうですか。うん、そうですね。よかったなと思います。ちょっとなんで油断しないでくださいね。そうだね。私でも風邪ひいてないな、これ。今年は。よかった。確かに。でも、そう言ってね、まだ2月の中旬一番あるから。気をつけて。もうじいちゃんの会話になってきましたけど、ね。皆さんも気をつけてくださいね。はい。ワクワクしてるかもしん、だからかもしんないよ、これ。そうだね。みんなのおかげである。ワールドカップのおかげで風邪ひいてないのかもしれないよ。これからも楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。井上真理でした。野見里でした。明日も聞いてね。バイバイのバイ。またです。